広沢池です。噛むかなあれ。あ、ここもなんか観光地っぽいけど。ああ右方向です。およそ600メートル先、分岐を右方向です。ここ広沢池っていうみたいですね。あっちでなんかラグビーやってる。ここもなんか景勝地みたいだね。あっちのあそこよりはだいぶ人が少ないけど。うわ、すごいなんかいい景色だね。ここも、ここは広沢駅、広沢池って言うんだね。日本三沢の一つとして古くから有名な農業用ため池です。辺昌寺休憩台。辺昌寺は、壮大な伽藍があったんだけど、鬼の乱で衰退して、これが広沢池の自然環境だ。うわぁ、すごいな、向こうか。ちょっと水が日が合ってる感じだけど、記念の日だって。これは見事ですね。まあ京都でこういうところを来ることはもうないでしょうからね。あっち側は市街地の風景なんだけども、なんとか弁財天ですね。石で繋がってんだ。噛むかなあれ。これね、なんかなかなか運が良くないとこういう見事な紅葉を天気のいい日に見るってのはできないですね。こっち側がね広沢池ですけども、こっち側のね山の景色もねなんかすごいもんですね。京都の山はね、なんかやたらに杉が植わってるっていうのはあんまりないみたいですね。これすごいな、昔ながらの農村風景がね、ここ見られるって貴重ですよね。